ながらでラジオながらじのお時間ですこのラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたりフリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思いますながらでラジオなので是非ながらで聞いてください録画でお送りしていますが基本は編集なしの生放送感覚でお届けしております 最後に次回のトークテーマを発表しますのでぜひ最後までお聴きください。はいということで今日はですね4月の14日木曜日でございまして、えー、今時間が16時夕方の4時ですね。今日はですね、あのー、午前中に山形県にある高畑町というところがあるんですけどもそちらの方で、えー、中学校中学生 をを対象に講演会ししてきました私の家からだと約2時間くらいかかるところなので、まあ、あの自分で運転して行ってまいりました。高畑町はですねとかって別に、ね、高畑町の, <laughs> あの PR をするわけではないのですが、まあ、せっかくなので話題として。 あの高タワイナリーっていうそのワイナリーが結構有名だったりもするんですね。で、うん、と食べ物だと、うん、まあお菓子系とかもすごいその有名な会社さんが、山形で有名な会社さんがあったりしますし、おしどりミルクケーキって聞いてる方知ってる人いるのかなでもなんか意外とあのー、 テレビとかでたまに出てたりするんですけど「おしどりミルクケーキ」っていうその CM の歌があるんですがそれをがあるのも高畑町になりますで今回公演を主催がですねライオンズクラブさんっていうところの主催なんですけどそれライオンズクラブさんっていうかまずライオンズクラブは全国にあるんですけどあの帰り際に。 その高畑の美味しいものセットというかそれをいただきましたいや久々にその中学校冬って意外とあんまり講演会がなくてですね大体春から、まあ、その12月、まあ、年度末くらいまでがあの私の中での講演会の時期のピークなんですよで久々になので中学生の方々と あってまあ、そんな交流が深くできるわけではないんですけど、お話を聞いてもらえてすごく良かったですね。やっぱ講演会はいいですね。いろんなあのー、まあ、大人の方もそうですし。し、えー、子供の方にもなんか少し気づきというか、何かのきっかけを与えられたらいいななんて思いながらいつもお話ししております。山形県内だけじゃなくて、やっぱこの全国で。 全国の,その教育機関であったりあとは一般の方向けにね講演ができるように頑張りたいなと思いますし聴いている方はぜひ読んでいただけたら嬉しいです。はい、<laughs> そうなんですよね。何や,かんやこう山形に帰ってきて、き ゆっくりしたいなあなんて思いながらもなかなか一日グダグダできる日がないんだなーこれがないんだなーなんでだろうなーそういう日程組みをしてるはずなのに意外ともうえっ、ー、とー、まあ、こえこう福岡にいる時にはできない、まあ、歯医者さんとか <laughs> 美容室とかあとは普通に何て言うの仕事の。 業務整理というかそういうのが入ったりしてでそれが終わるだそういうのって結構出っ放しなんですよ外に出っ放しだったりするので,でその家の中にいる時はぐだぐだしたいなって思いながらも結局は編集したりしなきゃいけなくてなんかぐだぐだできてないななんていう時間を過ごしておりますはいで 本日のテーマですね。皆さんからいただいたテーマは、好きなアーティストさん、好きな曲は何ですかということで皆さんからいただきました。結構ね、あの、いつも言ってるんですけど、私のチャンネルの視聴者は、 若い方も見ていただいてるんですがコメントしてくれてるっていうか激アツなあのコアなファンっていうかねあのー、このながらじを聞いてくださるくらいのコアなファンの方々は若い年代の人がねいないんですよ <laughs> だからあのー、さらっと皆さんのコメントを見ましたけどやっぱ年齢層を高めだなっていうふうに <laughs> 思いましたホマおっさんさんは好きなアーティストとかは 谷村真嗣武田哲也だって、うん、えっとホマオサンさんもこう障害がある方なんですけど林間学校でいつも「谷村新司の『スバルを歌っていつも喜ばれました。スバルってあの「s 用の a r u だよね。なんかもう谷村新司さんとか曲聴く機会が。 24時間テレビ以外、なんかないんだよね。武田鉄矢さんも、まあ、開演隊か。ね。なんかもう歌番組自体が多分昔より少なくなったから、なんかあんまり歌番組を見る機会がなくて、えー、その歌を知る時間っていうのがやっぱないんだよね。今の気の歌とか、まあ、TikTok とかで多分流行りが今すごいから、 TikTok 見てればなんかね流れてくるのは分かるんだけどなんかあんまり今どきの歌ってあのー、ま聴、あ、けるとか聴いてしまう歌もあるけどなんか昔の曲よりは歌詞に意味がそんなにないんじゃないかなって思っちゃうんだよねそうなんか音楽のリズムだけみたいな感じコウジさんはねえっ、ー、と 好きなアーティストはクイーンなんだって。コウジさんって結構さ、あの好きな映画も含めてそうだけど、なんか思考というか趣味というか好きな方が海外テイストだよね。なんか日本人っていうよりは、すごい海外のことが好きなんだなって思った。クイーンのフレディ・マーキュリーが好きです。有名な曲はボヘミアン・ラプソティとか、ウィウィル・ロック・ユーとかですが、 自分は手を取り合ってってていうのは好きなんだって日本語日本語なの日本語日本語日本の曲名なの手を取り合ってへ。なんかね、ビールロックユー u とかは中学校の時に中大連とかそのちょっと大会が迫ってくると放課後部活に行く人たちに対してめっちゃ 校内でね、ねルーックを流すすわけですよで、よ部活、頑張ろうみたいな。練習頑張ろうみたいな感じになるの。ボヘミアン・ラプソディはね、映画をね、見ようと思ったんだよ。あの、普通に映画じゃなくて、テレビで、家の,そのネットとかのやつで。でもなんか、途中寝ちゃった記憶が <laughs> ある <laughs>。ね、ダメですね。 はい、でえー、とみ見の国メルチアンさんはえっ、ー、と好きなアーティストさんはおっ小室團三さんグローブですかねあとはアーティストではないけど博士太郎さんの曲が好きなのです,すごいね「情熱大陸」とかね「リリリリ」でしょ。 落ち着いた時は、エトピリカや北欧のエンヤを聞きますって。いや、え、なんかね、今すぐ出てこないけど、多分そのエトピリカとかね、エンヤは多分わかると思う。いやー、安ラ奈美恵ちゃんは、別に、別になっちゃうちゃうちゃう、なんかファンの人がいるのにすごい失礼にならないように言わなきゃいけないけど、安村奈美ちゃんは、もう好きよ。普通に、もう普通に好きだけど、なんか、ファンになりますとかっていうわけじゃなくて、でも、 あのかわいいし曲もほとんど多分知ってるわけでで安室奈美恵ちゃんが引退しますっていう時のほんとちょっと前にこうコンサート行ってみたいなって思ってファンクラブに入ったんですよ安室奈美恵ちゃんのでそしたら引退するってなってで、えー、じゃあコンサート行きたいなっていうのでチケットを。 こう、撮ろうって思った時に、一緒に行く人がいなくて、もう一人で行こうと思って、まず、東京とか大阪とかは絶対競争率が高いなって思ったから、まず第一候補を札幌にしたの。なんかみんな別に札幌には行かないかなって思ったから。で札幌 <laughs>。そしたら札幌で当たって、でもう旅行がてらに一人で初めてコンサートに行ったのが安室ちゃんだったんだよ。まあ、結構 席は遠かったけど楽しかったね知ってる曲ばっかりだったからでも安室ちゃんってコンサートでさ MC 入れないのねずーっと歌ってるので早着替えだからもう座る暇がなくてめっちゃ疲れたなって思うのとやっぱみんなファイナルだから、あのー、最後の方 MC, がし MC をしない安室奈美恵さんが MC をしたんですよ、一番最後のだけ。それでみんなめっちゃ周りの人泣いてて、なんか私はそんなに思い入れないのになんか申し訳ないなって思った記憶があります。で、しかも、東京ドームも当たっちゃったんですよ。しかも本当の本当のファイナルが当たったの。それ気づかなかったんだけどね、私、あと、あの、それがファイナルだっていうことが。でも、だからもう2回、そのファイナルコンサート、最後のツアーは札幌と東京を行くことができた。 いやよかったね今何してんだろうね日本にはいないだろうね、えー、れいかさんは好きな歌手はあえて決めない派なんだってえー、と年齢は40手前なんですけど j p o p k p o p 洋楽に何でも聴いているとその時にヒットしている曲はどんなジャンルでも聴きますいつまでも若く気持ちを若く言いたいので。 好きな曲はあの川崎高谷さんって呼んだっけこの人高谷さんの「魔法の絨毯もう今どきめっちゃ今どきあとは少し前なら「ディッシュの猫うんめっちゃブームになったよねであとオフィシャルヒゲダンディズムの「115万キロ」のフィルムとかあいみょんとか若いね麗子さん若いわ聴いてる曲がおいもさ、まあ、その魔法の絨毯はすごいね TikTok とかでめっちゃ流れてきてたから好きで、まあ、猫も知ってるし ただあんまりそのまあヒゲタもドラマの曲とかで知ってるけどなんかこう自分で聴きに行くっていうことはあんまりないかな K-POPJ-POP ねいやでもいろんな曲聴くっていいと思いますだから私は逆に今ね昔の曲を遡ったりしてますね、まあ、80年代まで行くこともあるけど まあなんかその、やっぱカラオケで歌って気持ちいいような歌を探しちゃうかなって思います。えっ <laughs> と、中島さんは、好きなアーティストは、五醍醐さん。もう、そうですね。あとね、村下隆蔵さんって読むかな。村下高蔵さん、堀内孝雄さん、近藤正彦さん、 ルナシーさんソナーポケットさん平井堅さんだってこのさ後醍醐さんはわかるんだけど申し訳ちょっと勉強不足で申し訳ないんだけど村下さんと堀内さんがわからないんだよね平井堅さんさ最近見ないけど何してるどどな休止したっけかそんなことないよね,ねなんかでもそのルナシーとかやっぱりね えと私も若干さ中学校くらいにビジュアル系がちょっとはあのめっちゃブームの時とかだからそういうのを聞いてたりました俺結構だからバンド系好きっちゃ好きなんだよななんかやっぱ EDMEDM っていうかそのなんかクラブ系ミュージックもすまあ聞くけどやっぱりなんかバンド系がすごい好きが こう弾いてるのをね、生で聴くとすごい心臓にさベース音とかギター音とかドラムのバス音とか響いてくるのが聴いてて気持ちいいなって思う。奈緒さんはね好きなアーティストはあの親の影響を受けて竹内まりやさんとかあんりさんとかあっ谷村新司さんとか。 カーペンターズさんね。はいはいはい。で、中島みゆきさんとかユーミンさんが小さい頃で、小学校は、ああ、尾崎豊さんビー、ビーズさんね。ビーズさん、あ、バンプ、はいいね。バンプオブチキンさん、レミオラメンさん、ドリカムさん。まあ、この辺、たぶんここら辺がさ、バンド系というか、そっち系だよね。えー、すごい。 ライブ、小田急とかさん、ドリームカムさん以外のアーティストのライブはほぼ全部行ったんだ。ピーチさんは名前が売れてる分、あ,んあ、アンチも多いのへえ。自分は彼らの曲大好きです。だって。えー、ライブで稲葉さんがマイクなしで歌いますが、彼の声量がすごすぎだってさいや、わかるわかる。パンプオブチキンさんもすごい好き。結構世代だと、世代というか、 あのー、いろんな曲がこうヒットした時だったから私もすごい聴いてたエミオ・ラベンさんも3月9日だよね合唱曲とか卒業式とかになんか絶対流れてたり歌ったりしてるイメージだねきなこもちさんは80年代半ばから90年代が青春時代でしたボーイまあわかるなレベッカ尾崎豊か 浜田翔吾まあ、確かにブルーハーツねああパーソンズさん分かんないなでザードさんとかワンズさんとか大倉麻貴さんとかあわ分かるいいね、えー、でもそのボーイさんとかワンズさんとかも私めっちゃめっちゃ聴くじゃないか有名な曲は知っててカラオケとかで歌ったりするのが好きだな やっぱカラオケで歌える曲いいよねほんとにえースティリーマンさんはさインドの方ねいつも <laughs> コメントしてくれる <laughs> 日本の歌手では福山雅治さんが好きなんだって桜坂ねいいじゃないですかあと円屋さんだっていいねすごいね円屋さん円屋さんねうん はるさんもやっぱ知ってる曲いっぱいあるもんないいじゃないですか今のちょうどちょうどあ東京の方はしちゃったけど桜坂の時期ですね大泉さんはグローブだって全盛期うんやっぱりある程度の皆さん年齢層がわかりますね <laughs> 私はね好きな曲好きなアーティストさんっていうのはまあそんなに決,め決まってる感じではないんですけど でもライブ行きたいなって思ってる人が今は一番はワニマさんなの。なんかもうかその曲がすごい歌詞とかも含めてすごい楽しくて好きだしあと入院国立派に入院してた時に友達があのセカオワさんが好きでで、えー、とワニマさんとの対バンっていうかその一緒にねライブをするっていう。 のがあったんだよで友達はセカオワさんのファンクラブに入ってるからチケットが取れたよっていうので車椅子になって入院中初めてライブに行きましたでセカオワさんも良かったけどもうワニマさんのライブがもうすごいよくてでなんならボーカルの人の顔すごい好きなんだよねって思ってああもう一回ちゃんとその 1一人っていうかそのねあのツアーとかに行きたいなって思ってその後ねあったのツアーがあってで埼玉のチケットが取れたんですよあの動画でさ一緒に対談した脳性麻痺の千葉ちゃんとね千葉えりなちゃんもワニマンが好きで,でチケット取れて一緒行こうってなってたので一緒行こうってなってたのにそのねいつだけかな2月とか3月のチケットを取って 2月なんか1月でコロナがバッて増えちゃってそっから以降のツアーがなくなっちゃったんですよもうすーごい悲しくてえーって思ってなんか絶対また次の機会に行ってやるって思ってるんですでまた何かちょっとツアーを再開してるようなので、えー、チケット取って行けたらいいななんていうふうに思ってますね うん、今日はねあのー、2時間車の中道中カラオケ状態だった車の中 <laughs> なんかふ普段はさこう、まあ、車の中でしか多分大声で歌えないんだよだから <laughs> 久々に歌いたいなって思ってその公園行くまでちょっとテンション上げようって思って倖田來未さんのね「愛の歌」をね なんか歌いたくなってめっちゃ何回もリピートしてカラオケ練習をしてましたいいねカラオケ行きたいね昨日あのうちのめいっこちゃんい次で2歳かになるんだけど桃太郎さんをマイクおもちゃのマイク使いながら歌ってたからさちょっとちゃんとしたマイクというかあのよく Bluetooth のマイク今わかるかなカラオケ。 Bluetooth 機能があってマイクからスピーカーがもうついてて曲が流れてちゃんとエコーが聞かせれるマイクがあるんだけどそれを使って歌ってくれたら面白いかなって思ってさっきポチりました明日届くからめいこちゃんにそれを使わせて桃太郎さんを歌ってもらおうかなと思ってます、はい、まあこんな感じでね今日は 好きな曲、アーティストさんのお話をしました。次回のテーマ何すっかな。うん。で、次回はさ、十。うん、次いつだ。十八か、十八日だね。十八日にお送りします。歯医者さんなんだよね、午前中。<laughs> そうだから何する何するマジでいつもさテーマ決めないで喋ってるんだよねよくないあ本だ本にしようかなえっ、ー、と最近本読みたいなあまり本読むの好きじゃないんだけどでもたまに本読みたくなるんですよだからおすすめの小説とか漫画あ漫画本でもいいあ漫画本でもいい <laughs> おすすめの小説とか 漫画があればぜひ教えていいいいたただきたいなという,ふうに思いますはい、ということで今日はお時間になりましたのでここまでといたします。いつも締めの言葉さピンとこないんだよな。<laughs> はい、ということで次回のトークテーマは、えー、おすすめの本です、えー。ぜひおすすめの本にちなんだお話をコメント欄に記入お願いします。では本日のながら字はここまで。 違うな <laughs> でも、えー、ーでは本日のながらじはここまでではまたバイバーイ <music>